やっと料理が始められる。絶対に負けないわ。おいおい、お嬢ちゃん、腹に抱えたイカスミみたいな情念はどこへやった？まだここにある。でもこの感情を恥ずかしいとは思わない。赤黒くたぎる友人への嫉妬？そうよ、エリは嫉妬するぐらいすごい親友なの。リアルグラウンドでエリが待ってるもん。生き返って一緒に服を作るんだから。鮮度が落ちてしまったようだ。しかしどんな素材だろう、腕によりをかけて料理してやろう。敵が来たらヤバい。一気に決めるぞ。うん、行くぞ。祝福されてるみたいだ。ネク。